皆さんこんにちは。今回はアメリカーナ WX をご紹介します。アメリカーナ WX はユニバーサルの記念すべき第1号機として登場しました。1985年にリリースされ、歩通橋認定の1号機でゲーム性に優れ、パチスロブームの火付け役になりました。話しているうちにビッグボーナスに入りました。この頃の機種はクレジットの貯留がなくて、1ゲームごとにメダルを投入します。ベッドボタンがありません。リールのジャックが揃うとジャックゲームがスタートします。ジャックゲームまでは3枚掛けで消化します。ジャックが揃いました。ジャックゲームは1枚掛けで消化します。1リール停止ごとにメダルを1枚投入します。1メダルラインにジャックが停止すると15枚払い出されます。ジャックゲームはジャックを6回揃えると終了します。ビッグゲームはこのジャックゲーム3セットで終了します。アメリカーナ WX のゲーム性は遅れと、倍返しです。遅れが発生するとボーナスが確定します。バーやスイカを狙って外れたらビッグ確定です。ビッグはすぐに揃うことがなく、約1000円分のメダルを投入し、子役でその分を払い戻してから揃うように作られていました。クレジットの貯留やマックスベッドがないため、遊んでいて非常に疲れます。スロットを始めた時期はこの機種の1世代前の機種で、向かって右側に大きなスタートレバーがついていました。そのレバーを手前に引き倒すとリールが回転します。昔そのスタートレバーを思いっきり手前に倒したら、レバーが取れちゃって2メートルくらい吹っ飛んでいったことがありました。当時はボーナス放出のシステムを知らなかったため、子役が揃い始めてもボーナスが揃わなくてイライラしてやめていました。もう少し粘っていればボーナスが揃ったのでしょうが、待ちきれませんでした。それではもう少し動画をご覧ください。